え、どうしたの？泣いてない？え、何？え、泣かされた？え、ちょっと待って、お前さ、プリンスの仕業だべ。え、じゃあ吉勝？ほんと最低だ。マジ無理なんだけど、最低ありえない。え、ね、ほんと無理。マジ守りたい、この存在。ねえ、ほんとに。ねえ、もう絶対許せないんだけど。ほんとに熱い。ありえない。全然泣いてないんだけど。え？普通に目にゴミ入っただけ。投げ直し、投げ直し、ちょっと待って、吉勝、やばかったね。あのプリキュアめっちゃ漏れたよ。え、俺それ何の話？やっぱさ、あれはいいよね。え、さ、え、いつ行ったの？あ、この間ナナとプリクラ撮った。そう、二人。うん、そう。いや、でもさ、あの機械が一番やばい。え、マジ漏れた。最近やばいよね。なんかさ、目キュンとかなるし。え、そう。え、今日も行かない？行こう行こう。次さ、集めて。え、行こう。ね、あるだよね。え、次数学でしょ、うん、本当嫌なんだけど。今日の時間ありますないよね。え、マジでしょ。待って、ちょっとトイレ行っとこうかな。え、行く人行こう。あー、行く。え、じゃあ一緒に行こう、うんうん、いや、ほんとさ、あいつの授業だけは無理。この間、推しがマジでかっこよすぎて、え、もうちょっと、ほんとに人気じゃない。ねえ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 、トイレ行こう。あー、うち大丈夫。あ、そう、さっき言ってた。あ、そうなの、ね、どこで行くの？あ、全然全然。パン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 スコットン100で汚いよね。パンパス入ってるから。入ってる。うん、いいよ。いいな。マジ寒くない？そう、やばい。みね、めっちゃ寒い。てか、寒いならさ、スカート伸ばす。それは違う。それは違う。なんか全然可愛くないし。税金プランがある。いや、そうそうそう。え、なんか、見にくい見にくい。え、見にくい。めちゃめちゃ可愛い。うん、そちらこそじゃね。え、これおしゃれじゃない？下北系みたいな。いや、もう全然おしゃれ。ダサくない？高円寺系みたいな感じじゃん、普通に。いや、出ちゃってるし、普通。え、出てないのね、普通。いやいや、出ちゃう。これ出てる。え、待って、出てる、出てるよね、モロ。出てないの？モロで今モザイクだったよ、本当に。いや、ちょっと全然すね毛処理してなくて。いや、大丈夫だよ、大丈夫だから。うん、大丈夫だよ。え、なに、どうしたどうしたどうした。え、ちょっとすね毛今さ、全然剃ってなくて、ちょっとめっちゃ目立つかったよ。え、そう、いけるよね。全然いける、全然。うちも剃ってないんだけど、全然、うん、うちも全然出してるもん。うちは全然そう、なんか剃ってないけど、なんかいけるかなって思って出してる。いや、出してる。私、いけないね。え、なに、いけるっしょ、かわいい。いや、ゴリゴリに入っちゃってるわ。え、なに、またいける、またいけるなし。すごい、すごい。結構入っちゃってる。それはね、多分ダメダメだと思う。え、なんかさ、この前先輩に告白されたのね。で、うちあんまタイプじゃなかったんだけど、うん、まあなんかちょっと、あ、ないなとか思いつつも、なんか考えますみたいな、ちょっと保留にしたの。したらなんか廊下ですれ違うときになんかめっちゃうちのことエロい目で見てくんの。なんかキッシュと思って、なんかそういうのあるじゃん。あんま分かんないと思うんだけど。で、なんかその後がちょっと気まずくなっちゃって、で、なんか LINE とかも結構しつこくてさ、まあ、なんか結構モテるって嫌だなとか思うんだけど、ちょっとしょうがない面もあんじゃん。顔今だみように似てるし。返事どうしようかなとか思ってる。え、うちも行きた。ほら、でもその先輩は僕はないから、まあ付き合ってやってもいいかなと思ってるんだけど。友達話してるって言うんだ。私はね、かわいそう。見えました、あの人のこと。みんな見えてる。まだみおちゃん、しょうがない。わかる、わかる、わかる、わかる。まだみおなんだ。怖い。みんな今気づいた。あれ、今だ。あれ、どこ行った？二人ともで聞いた私。いくよ。はい。バズろ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 。よし、行くよ。よし、じゃあ行くよ。はい。え、前髪大丈夫そう？え、漏れてる。落とすよ。うん。え、
待って待って待って、高橋入ってるんだけど。ねえマジ最悪な。超よかったよね今。いい感じだったのにマジ最悪。超よかったよね。出てって帰れよ。二度と来んな学校。マジ二度と来んな。もう一回やったらもう一回。オッケー。いくよ。でちょっとプリンス入ってくんだよ。入ってくんなよ、お前さ。キング&プリンスかよ。ふざけんなよ、マジで。リラのショーじゃない。いくよ。はい。ねえ、ちょっとさ、お前入ってなかった、全然。ごめん。もう一回やろう。キノコのコノコ、元気のコエリン。ゴリゴリに入っちゃってるわ。え、何？もっといけるの？もっといけるの？すごいすごい。結構生えちゃってる。それはね、多分ダメダメだと思う。うん、脱毛紹介しよう。え、脱毛行きたいの？かんない。ああ。かんでくれる？アンケン待ってます。アンケン待ってます。とりあえずカミソリあげよっか。え、なんか、え、いけば？え、無理か。いや、タイツとかもこれでいこうと思ったんだけど。それはね、ガム手とかでやる。あ、そうしよう、そうしよう。うん、ガム手探してくる。ガム手探してくる。うん、そう、そら、足、そら。うん、ガム手探そう。うん、大丈夫。ファッションなの？なんかファッションじゃない、なんか見にくい、見にくい。それはそう。それは確かにそうだけど、自覚ありなんだけど。でもそれに気づいた。なんかだって靴の方が全然スタイルいいし、なんか細いし。え、じゃあ脱げよ、スパー。脱げ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 。脱いてる。強靭な肉体。死ぬ。今日入れた。うちはマネージャーさんと気まずかったの。一人だけ見てたから今見ちゃったみたいな。うちら見てなくて。気づいたら脱いだ。気づいたら脱いだ。気まずい。ちょっと決めてマネージャーさんとだけ目合って。気まずい。気まずい。ありがとう。いいじゃん。いいよね。さん本当にコラボありがとうございました。もうね、安定に楽しすぎました。そしてピョンさんとの動画が TikTok にも上がってるので、よかったら皆さんチェックしてみてください。今日も見てくれてありがとう。 JK あるある誰か共感してくれるかな。みんなからのコメントたくさん待ってます。私たち他にも動画たくさんあるので、よかったら見てください。じゃあバイバーイ。